はい、それでは横板の、45度合わせの作業をしていきたいと思います。ある程度これが出来上がった状態でね、これに現物をしっかり合わせながらやった方が、こういうほんと数ミリの差の時はいいかなと思うので、まあこう当てながら、ここですね、でここをこう45度に合わすという感じですね。ここをねとりあえず45度にしたいと思います。ガイドを引きます。今2ミリのね厚さを引きましたんで、45度ですんで正方形でいいのでね、こうですね、こう落としていくという作業ですね。で、カッティングマットの上に置いて、模型用のヤスリでね磨いていきたいと思います。今こんな感じですね。こちら側はね、カッティングマット上にこう置いてますんで削れないわけですね。 こっち側はね、それ以上にも多分あまり削れないようにしておかないとね、寸法狂いますんで。まだここがだいぶね、もうちょっといける感じですよね。はい、目で見ながら削っていくしかないですよね。まあかな。はい、じゃあもう一面も作っていきたいと思います。こっち側も削りましたので合わせます。こんな感じですね。こうですね、このくらいかな。こんな感じで環合させるとですね。この形のね作りよりも、まあこれでも別にいいと思うんですけれども、これでもピチャッと合ってればそれでいいと思うんですけども、これよりもやはりこちらの方がより良いように精度が高く見えると思うので、これをちょっとやってみたいと思いますね。そしたらまず軽くここをセロハンテープを仮止めします。よいしょ。内側から見ますとこうなってますから、ここですね、ここちょっと大きめにね切り出してるんで残ってますよね。そしたらさっき取れた内寸に対して線を引きまして、はい、そしたらじゃあ四隅合わせてみました。ほぼぴったり長さも揃いましたし、OK だと思いますんでね、これもまたこのまま、接着してしまって終わらせ完成させたいと思います。はい、そうしました。今こんな感じですね。この後パテ埋めをしてもう少し隙間をきっちりと埋めていきたいと思います。